してる。あ、倒普通に押して倒す。この方がやりやすい。あ、サビあれ一人でいけちゃいそうじゃん。おお、すげえすげえ。おはようございます。おはようございます。今日はこの去年作ったねヤギの遊び輪がもうだいぶ壊れちゃってちょっと危ないので引っ張らっちゃって、まあ今日はまだ作んないんですけど、また新調すると、別の遊び輪を、そうだね、新調というか作っていこうって感じで、なので今回はここに作った遊び輪をちょっともったいないというか寂しいですけど取っ払っちゃいます。このタイヤのはまあまあ埋めてあるだけだから、まああれは大丈夫だと思うけど、この木のこのここら辺だね、ここのやつを、じゃあやっていきますか。はいはい。でこれここであるかも、確かね、ほらこれちゃんと固定してあるように見えるけど、これどうやって、ただこれを、あ、置いてある、この薪の上にこうやって傾けて、すげえな、すごい、ね、でもいい板なんだけど、これはでもそうだよね、これ、いやでもちょっとさすがに無理だろ、無理、あもうダメ、うん、腐っちゃって、あーそっか、割れてるし、そうでもそこマジで使えるあれだったらもうテーブルにしたら超いいってなる。いやめちゃくちゃ重いぞこれ、一人じゃ持てんすぐだよ。これはこれでなんかほら空飛ぶ時がくぐるんじゃない、飛んでるんだ、新たに使えるかもしれない、これはと、なんか普通に遊び場で使えそうだね、いい感じにくる、ちょっと取っとくか、このそうだね、これ系意外といいかも、そこだけもうあらかじめ抜いちゃってさ、うんうん、確かに再利用しなきゃいいわ、あ、ごめんごめん、再利用できそうなのは、うん、これちょっとこの樽系は再利用だ、ちょっとか、これも雨だから、この雪は横に倒した方が多分雨だから、ダメだ、本当にボロボロだ、どんどん壊れていく、ダメだったな、うん、クチクチ、この棒は、あ、確かどれ、それだから丈夫だ、それだからその、もう一個奥だか、ここら辺は割と丈夫、その辺じゃあ、またなんか、うん、もうちょっと一回入れたら端よけて低くして、うん、いや、壊れづらくなる、せーの、ガスキュッ、一番、はい、行きます、うん、重いね、ほんと、
これも時間の問題だよ、もう使わんじゃん。少し寂しそう。そろそろ。わあ、こりゃ行きますよ。湿気でダメなんだろう。こりゃ本当ダメだ。やばい、重すぎる。あ、すっごい変わこの上の完全試験だね、もうこれはボロボロ。ロゼたち食ってたかな、これを。そういや、そうだったね。これだって、それストローとロゼが、ちょっと広げた穴だ。打ってやるよ。あれで、ね、あ、そっか。ネジだけど、これあれだな、インパクトだね。あ、インパクト置いてきたの、あ、そう。できちゃったの。ちょっと心配そうだな、君たち。そら、ロゼ。うまい。どっちがいい？これはどこが下から思いっきりバカンで叩きゃ外れるか。一回トップしてみる。あ、倒す、普通に押して倒すから。この方があれ、一人でいけちゃいそうじゃん。おお、すげえすげえ、サムネになりそう。ガバガバ設計だったけど。本当だね。そもそもが飛び出てる。あれだけ注意して。お、滑り台ですか。なんかね、もう一瞬でたわ、そこがね。おお。本当に
ふにゃふにゃです。そうそう、ここをバーンと、どこ、ここを上に向かってやれば外れる。あ、ここも、うん、力を出せ。重い。お、吹っ飛ばして。板が。なんかちょっと寂しい屋上になっちゃった。本当。本当だね。なん。せーの、あ、今度は強化版にしましょう。よりはこれちっちゃいよ。あー重い、言うて重いわ。あ、全然重いわ。最後に1枚。あー重い。ぐーこのロープをつけて引きずってきたよ。確かに逆に重いんだ。あー、その方が、いや、というわけで、無事、撤去が終わりました。はい、ほんと寂しくなっちゃったね、なんかすっからかんになっちゃったね。まあ、こっからまた徐々に新しい改良版の遊び場を作っていこうって感じで、とりあえず今回はこの撤去で、まあ、終わりです。ここまでで、はい、では、お疲れ様でした。お疲れ様でした。うわ、帰ろう。寒い寒い。冬待ってよ、脱走防止だけど。